井上陽水のクリエイティブはやはり曲作り。話をはぐらかされないうちに糸井さんは核心の問題に迫ります。時々僕のなんかいろんな曲を作ってるんですけど、時々も適切な解説が糸井さんの口からこぼれ落ちるのを僕は本当に生きがいに、ここまで楽しみにしてこれでしたね。いや、僕は本当にね、久々に会った時にやっとあの曲はなんだか分かったよっていう時が、実はお前一緒に疑問持てよみたいな、結構強引なことをこうねじくってやってることが多いからびっくりしますね。こう見えても生きてますから、うん、こう見えてもいろいろ目先でね、うん、楽しいこととか、まあ辛いこととか、うん、面白いこととか、美味しいとか美味しくないとか、まあいろいろ起きるわけじゃないですか、うんうん、目先で、うんうん、まあ今だって起きてるわけで、まあそんなことで、まあ、例えば明日レコーディングがあるっていうことになれば、まあとりあえずなんかいろいろ大昔のこともいいけど、まあとりあえず今日、うん、この頃のことで、まあはい、麦茶が冷たいみたいなことを、まあ、明日歌うわけですよね。はいはいはい、いやいや、もうちょっとなんとかならなかったのかとかね、冷たさがとか、まあ、いろんなことを言いかけなことを言いながら明日レコーディングするわけですよ、うん、でそれがずっとこう繋がってるわけですから、つまり何て言うんですか、歌になっていくって思いながら生きてるわけだ。いや、そんなことはもちろん思いませんけど、はい、結果的にはそう なるんですよ。つまり、いや明日レコーディングつったって何もないけどどうしようってね、じゃあなんかメロディーを適当に作って、で適当な言葉を乗せて適当に、まあ、歌わなければなんとなくいけない状況だなと思うわけじゃないですか、うん、明日、まあ、もちろんレコーディングなんて曲もないのにできるかバカみたいなね、うんうん、方法もありますけど、うん、まあ、とりあえずなんとか取り繕うことになるわけではないですかはい、はい、明日なんで取り繕おうかなっていうようなことになれば、うん、糸井さんと会ってこういう状況があって、なんかなぜこんなものがあったのかわからないってい こう記憶が一番新しいですから、はい、取り繕いやすい材料がそこにたくさんあるわけで、まあここに、で、まあ、今日帰ってそんなことをああでもないこうでもないとか言いながら明日歌うっていうことになって、うん、でそういうのが延々続いてるんですよねものすごいなそれ僕はなんかこんな仕事を始めて30年ですけど、大体そんなことではないかなと思ってるんですけどね。レコーディングがないとしたらできなくなるんですか？あ、それはね、まあ仮定ですからね、何、うん、とも言えないけど、僕の想像だけども、うん、作ってるわけがないですけどね、こんな長い間、うん、仕事ではなければね、うんうんうん、それはなんか僕は歯科大学3回受験失敗したんですけど、はい、うん、まあ、もしうまくいってね、歯医者になっていて、うん、それでなかなか50歳を超えた歯医者さんで今まで やりながら、ずいぶん僕の作曲もたまったなぁなんていうことは、まあ、いや、そういうことは多分ないと思うけど基本的に大変ですからね、なんかメロディーと曲詞と、うん、なんか作るなんて、なんかとっても自然ではないですから。不自然です。不自然ですから、うんうん、すごい不自然な行為やってますからね。今すぐそこまで行って夢を与え、未来のことなら何も心配するなと言えそうかい。優秀な人はなぜ自分がこう生まれてきたのかとか、何のために生きてるのかとか、どういうふうにこう死ねばいいのかとか、今自分がまあ、世界のためとか世の中のためとか、愛する人のためとか、憎しみを持っている人たちのために何をすべきかみたいなことはね、優秀な人はこう目的意識っていうのを割合明確に掴んでるようなね、もちろん宗教なんかに入ってる方もそういうのは割合明確でしょうけどまあこう言っちゃなんですけど、こういうところでお聞かせできるようなこう目的意識みたいなものが
まあ見当たらないって言ってもいいですかね、うんうん、ですからそういうの持ってる人に会うと、うん、まあ感動もするし感激もするしね、うんうん、憧れもあるし、うんうん、まあ場合によってはその軽蔑もありますけどね、うんうんうん、目的意識謎なく目先のことを取り繕って曲を作っただけと嘘吹く陽水さん。しかしヒットメーカー井上陽水にも生みの苦しみはあるはず。そう思った糸井さんは別の角度から切り込みます。自分で思う沈むようなレコード出しちゃったとか、そういうのっていうのはあるんですか？もう沈むっていうか売れ行きがね、はい、思わしくないっていうのはまあたくさんありますよね、まあ、そういうレコードの方が多いぐらいなもんで。輝かしいヒットの裏には数多くの売れないレコードがあります。中でもこのネガティブ、陽水さん自身が発売当初から売れないだろうと予想していました。ネガティブ否定みたいな感じですよね、うん、それこれですからね、ジャケットが、うん、パッと見ればこのレコードを出した人はこれを買うな言ってるようなね状態ですよね、うんうん、これは本当に売れなかったんですか？これもなんかいい状態だったんじゃないですかね。売れないといういい状態、でも一番好きだなんていう人が大にしてありますよね。こういうレコード好きだと大勢が買ってることと自分が好きであることは意味ない、関係ないですからね。そうですよね、まあ、大勢が買うっていうことで買いたくないっていう人も当然いるわけで、うん、あ、名曲入ってるじゃないですか。それやっぱりご自分としては落ち込むんですか？まあ、すぐ次回作みたいな感じになりますかねいなしていなしてなかったことにして次頑張らないとなみたいな。それすごく聞きたい部分なんだけど、何頑張るってその場合の例えば何か一つアルバムなんか出すと、うん、結構好調なセールスだと、うん、あ3年ぐらいブラブラできるかななんて僕思うんですよ。でも何かあんまり思わしくない時は1年ぐらいなんだろうなブラブラも働かなきゃってことそれはまあ基本的にありますよね。いっぱい歌のことを考えてれば頑張ることになるんですか？特に作曲時間を増やすとかね、頻繁にするとか、そんな記憶はあんまりないですけどね。何なんでしょうね。あれあるよ、ほら いろんなものっていうのはこう波ありますね、っていうかバイオリズムっていうかあるじゃない、うんうん、だからなんか下がった時は当然ほらもっと下がるかもしれないけど、うん、まあ、うん、常識的に言えばある程度下がれば上に上がるみたいなことが基本的にあるんで、うん、そういう信仰を深めるみたいな頑張り方としてなんて、いや例えばネガティブなんていうアルバム出して、要するにセールス的にね非常に低調だったみたいなこと でそれでまあ頑張ればっていう言葉はまあ出したんですけど、うん、まあ、それこそ本当にいろんなものがあってさ、うん、価値があって、でまあセールスっていう価値もあるし、うん、それからうっかりするとあんまり売れなかったんだけど素敵な曲が中にたくさん入ってるねとかね、うん、このジャケットが好きだとかね、うん、まあ、いろんな人いるんですよ。いろんな人がいるし自分もいろいろ感じるし、深刻にね、うん、そのセールスが良かったとか悪かったっていうのは、まあ、もちろん良かった悪かったっていう反応は身の前にあるけど、まあ、それほどのことではないんですよね、うんうん。